荒野インターチェンジは、福島県二葉郡広野町上北挟間にある、常磐自動車道のインターチェンジである。本 IC の北方を境に、仙台方面は山本まで暫定2車線、三里方面は三戸まで片側2車線となる。常磐富岡インターチェンジについては2011年3月11日に発生した東日本大震災及び、 福島第一原子力発電所事故による居住制限区域に指定されており、東 IC 常磐富岡インターチェンジ間が長期間閉鎖されていた。なお、この区間については2012年2月に復旧工事を開始し、奈良は PA までの区間が2013年1月に再開する予定としていたが、その後常磐富岡インターチェンジまで除染が完了したため、 常磐富岡インターチェンジまで投資で工事を行った結果2014年2月22日に東 IC 常磐富岡インターチェンジ間の通行を再開した東 IC は福島原発事故後2015年9月4日まで避難指示解除準備区域の境界線上に位置していた2011年4月21日までは福島第二原子力発電所の異常に関連する 避難指示区域であったが、発電所の安全が確認されているとして、解除されている。ありがとうございます。